こんばんは、ようこそ。充電器をさして、はい、松野美穂ちゃん、美穂ちのことよろしくお願いします。はーい、はーい、わかりました。楽しみですね、会うのが。めちゃくちゃ楽しみ。でもね、会うのまだ12月とかやね。なってきて、眠い。もうこのまま寝ようかなってもう何回も思ったけど、みんなが待ってると思って起きた。起きたよ、ちゃんと。へへへがとても可愛いんです、彼女の。私もへへへってよく言うで。あ、これこれ。また舞台出演決定おめでとう、ありがとう。どっちも大阪です。楽しみですね。はい、口癖なんですって。それは楽しみや。えなっちのへへへかわいいよ。だろ？そうなんだよ。ちょっとおいらのピタパじゃない、スイカ。どこ？寒い。ただただ寒いな。うん？ピタパ持ってんの？大阪に住んでたからね。で、まだ期限が切れてないんよ。もうすぐ冬ですね。もう冬だろう。もう今冬だって絶対寒いもん。絶対冬だ。寒い。僕のリナッチ好きは無期限やで、おもろ。おもろい、それ。え、ピタパ多分あるで、制限。制限じゃない、期限。
寒いの、うん、寒いよ。南国行きたいぐらい寒い。こんばんは。いらっしゃっせ。ヒューヒュー。ガサゴソガサゴソしますよ。年末舞台終わったらハワイに直行かな。そんな一緒に行く友達おらんし。なんか海外ってさ、ハードル高ない？海外ちょっと私無理や。あのね、会議は踊るでさ、山本ひいろちゃんっていう15歳の子がな、ありがとうございましたっつって、あの靴下モコモコのなんか 裏起毛の靴下くれて、マジで今年の冬はそれで過ごそうと思ってる。マジでマジで寒い。英語な、喋れたらいいねんけどな、喋れないんだよね。いいね、山ちゃんありがとう。それは癒されるです。そう嬉しいよな、ありがとうって感じ。山ちゃんいいね、ありがとう。やったー。オーストラリアの年越しは楽しいよ。だってどんなそれはどういうイベントなんかあるの？そういうのが。気合でなんとかならんやろ。ありがとうですって言ってないわ。ダメだ。そういうとこやんな、やっぱ。ボジョリーナチこんばんは。どうもどうも。ボジョリー飲みたい。ボジョリー、ボジョレーヌーボードゥドゥドゥ飲みたい。でもさ、ね、衝撃受けると思うけどさ、みんな、私 SM オペラ以来飲んでないの。 SM オペラの千秋楽の日に飲んだよ、公演終わった後。それ以来さ、一回もワイン飲んでないの。めっちゃ飲みたい。うわーやば、この私が飲まんとか。はあ、黒豚さんのファンレベルが上がりました。いつもありがとう。くろみさんのバーで、くろみさんバーやってるん？マジで？
通に自分で買ってさ飲んだよ。へえ。飲んだくれてる感じない。おい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 。いや禁酒じゃないのよ。シンプルに酒が家にないし、あの稽古で忙しすぎて飲む暇がない。それだけ会議は踊るに集中してたのか。そう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 。そういうことなのよ。うん、ハンナサラ大変やったからな。まあ次ハンダサラじゃないとはいえ、またブンツェルトでやるんですけどね、あの演目をね。大変ですよ。え、ワイン飲みたい。飲める日を心待ちにしよう。あ、次のね、そう、役知らないんだ、まだまだわかんないんです。それが12月4日、舞台楽しみにしてます。ありがとう、頑張る。頑張ろう頑張ろう。そうか、みおちゃん20歳になったのか。一緒に飲んでくれるかな。緊張するな。サムネが可愛い、紫ピンクでしょ。そう、めっちゃ可愛いっしょ。それもっと褒めて。リナッチのおごりで、まあそりゃそうでしょうね。でしょうね。なんかさ、手指めっちゃ寒いんだけどさ、なんかめっちゃ体が寒いからあったかくしようと頑張ってんのか、あの皮膚がめっちゃ熱い。あの頑張ってる。今腕時計さしててさ、その腕時計に、まあ朝から、朝、あでも途中で外すか。朝は寝てたわ。嘘、全然嘘、ずっとつけてたから。腕時計が、あの人のぬくもり、わ、親愛なる僕に殺意を込めて。えっ、あれやん、見なきゃ。え、確かに私も今言って思った寒い、指先寒いのに皮膚あったかいって熱やんって思ったけど、全然しんどくない。あの全然熱あるとかのじゃなくて自分で言って思ったよ。え、でもみんなもさ、皮膚あったかいやろ。人間のあったかさっていう、あの洋服を脱いだ後にまだ人のあったかさ感じるやつ、それ伝わらん。
私もその言い方してあ熱やんって思ったけど違うね、そういうんじゃないの、そうじゃなくてそうじゃないねえ基本的に冷たいのそれ大丈夫、血通ってる大丈夫ですか、皆さん今私は着替えました、フリースデビューです、モコモコデビューですよ、とうとう私にモコモコの時が来ました、あ会議は踊るでもいつもの腕時計つけてたね、およう気づいたな、ようそんなとこ見てんな、すごいな、そうですよつけてました、なんか金色やんこれ、派手かなとか思ったけどまあええわと思ってつけたなんかさあれ私物、私物です、勝手につけてたなんかこの腕時計ね、何の思い入れもないものなの、何の思い入れもない、ただ雑貨屋さんで買った時計なんだけど、なんか腕に時計がついてないとすごい落ち着かなくなっちゃって、だからもうずっとつけてる、であれあのカチカチ音伝わるかな、伝わったかな、そうこのカチカチで止めるねんけど、これがさ癖でさ、これはずっと公演中のお供ですね、あの楽屋でもいつもこれ立てて置いてるし、あ JK さんには高級感ありすぎたかも、あちょっと可愛くないよね、 OL だよね多分ね、どっちかっていうと私物を勝手につけるのイナッチの得意技そうバレないんであなんかつけてんなって思ってる人いるかもしれんけど、まあそれで別に何も言われへんし、あ映像で伝えて、あ確かにせやな顔だと、うん、花子さん、ドゥドゥン、しかも2番どこにいるの、ちちちち何してるの、気にしてるの、あなたの気持ちをチャラチャラチャンチャチャン、何してるの、チュ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 、なんちゃららら、
ララララドンタタン。山ちゃん、紫のペンライトありがとう。ありがとうございます。あれなんだっけ、オープニングもなんか踊ってたよな。あ、ドゥルル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 ルみたいなやつや。こんばんは。うん。あ、わかった。2番。あ、そういうことね。あの日見たわ校庭の隅の桜の影、誰なの、バックに揺れる可愛いものは女の…ちょ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 、違う違う、バックに揺れる可愛いものは誰かとお揃いなの、チャラチャラチャチャチャ、どこにいるの、チャ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 、何してるの、チャ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 、気にしてるの、あなたの気持ちを、チャ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 、なんちゃらららららら、たんチャチャチャンチャチャチャン。あ、なるほどね、そういうことね。教師役かもしれへん。まあなくもないよな。コラコラさんのファンレベルが上がりました。いつもありがとう。ありがとうございます。メイクしてる？久しぶりにしてる。モノゴッツ久しぶりに配信では。さあ、顔を出す時がやってきました。うん、ダダ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 、学校帰り、あなたに誘われた、今夜も次休みに行こう、よいしょーい。また JK さん役なら髪型ツインテールプリーズ。そういうキャラじゃないんだよ。あ、私のキャラじゃなくて役的なね。お、コラコラさん、ペンライトありがとう。ファンレベルが上がったそうだ。ありがとうありがとう。ヤマちゃん、ペンライトありがとうございます。ありがとう。私今何をありがとうって言った？黒豚さんがファンレベル上がったことに対しておめでとうってありがとうって言った？山ちゃん、ペンライトありがとうって言った？
まあ、なんて言った私。充電も程よくできたところで、ふう。顔いけるかな。心配になってきた。おもろ。今日メイクをしてるってか、カラコンつけた。本当は外したいんだけど、配信でたまにはいいかなと思って。山ちゃんのファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。かわいい山ちゃん、ありがとう。これどうやってつけるのかな。シーリングライト、シーリングライトってなんだっけ。シーリングって何。クリップ式で簡単に、はい、つけれる。これは何。あ、なんか電源に電源ささなあかんってこと。これどういう。もこもこ、それでこの時がやってきました。すごいご立派なんだけど、三脚じゃなくてさ、これ携帯に直接つけるもんではないんか。パソコンにつけんの。ほら、せっかくのライト。シーリングライトは天井に取り付けるタイプの。あ、そっちか。シーリングファンもそうやもんな。お腹すいた、マジで。うん、りなちゃんお腹すいたよ。すごくお腹すいた。どうしよう、諦めて寝るしかないよな。シーリングが天井やからね。あ、なるほど、そういうこと。この薄ピンクの色味がなんともかわかわでやんす。ありがとう。そう、これはね、今年かな、今年にばあちゃんといつも正月 に日本橋の西川の布団屋に行くんですけど、なんかガラガラポンできて、それ行った時に買ったんよな。なんか食べてしまえよ、お腹減ったんだろう。もう悪魔の声どころか、もうそれ天使に聞こえる。あの、食べんなっていう方が悪魔やわ。うん、どういうことこれ。日本橋ってことは東京の。そうそうそう、あれ大阪は日本橋だっけ。どっちかがそうだよ。どっちかが日本橋で、どっちかが日本橋で。めっちゃ揺れるじゃん。ごめんね。こういうやり方がわからん。ネジが緩まないの。
うしたらこれ緩むんや。ポン菓子は言わんな。ポン菓子食べたい。これネジが硬いんだ。諦める。いや、これ諦める。布団って高級なやつね。そうそうそう。だこれも触り心地めっちゃいいよ。お腹すいた。こうか。こっちでこういけ、いけいけ。こうだこうだ。そうだそうだ。いいぞいいぞ。食べるもの近くにないから困ってんだよ。でもこれさ、どうやんの？おう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 。これ無理じゃね？これは諦めよう今日は。いや、ここで諦めたくはない。しかしうまくいかない。あ、動いた動いた。いいぞいいぞいいぞ。いけいけ。座銀はわかる。空き場もわかる。それ以外はちょっとわかんない。動くんじゃないよ。いけたかも。あとはこれ電池つながなあかんないな。食べるもの近くにない。ないないわよ。部屋映りそうだから一回ラジオにしようか。いや、俺はできる。よし。ラーメン屋さんとか近くにあったらいいねんけどな。ないんだよな。来たかも。では押したいと思います。3、3、2、2、1。え、眩しい。え、眩しい。お、お、眩しい。あ、眩しい。あ、これぐらいでいいや。あ、いいじゃん。あ、可愛くなったかも。いい感じじゃない？いいんじゃない？携帯につけた。あ、なんか映ってるね。こうか。やばい。危ね。
危ない危ない危ない、やべやべ、携帯が重さに耐えきれてない。あ、オッケーオッケー。めっちゃでかいねんこれ。おでこ光ってる？ご立派なライトです。いいね、山ちゃんありがとう。眩しい。いいんじゃない。あ、でもここを見ると時計が見えなくなっちゃう。何時か分からない。手持ちにするか。そういう時の時計なんだけど、時計も向こうに今置いてきちゃったな。困ったな。1時17分ですか。 ありがとうございます。本当にお腹空いたな。どうしよっかな。けどパジャマに着替えちゃったからさ、もう今からねえ、また着替え直すのもありやしな。そもそもこんな時間に家から外に出るのがまずいしな。お疲れ様です。頑張ってください。ありがとうございます。しらじらしいですね。待って、奇跡的にどうもこのお菓子がなんかの差し入れでさ、差し入れを家に持ち帰る女。わあ、お菓子もっとカバンに入れとけよかった。これを食べるわ私。そう、コンビニで寝巻きね、ちょっとね、もっとさ、何あれだったらいいんだけど、ジャージっぽかったらいいんだけど、ちょっと開けたいんだけど、誰か開けてくれて、開けてもらっていいですか。上からコート持ってきてないな今回。あのマフラーと手袋とデニムのジャケットで生きようとしてるんで。夜食。開かない。開け、いけ。開くんだ。いいぞいいぞ。こんばんは。あ、なんか甘い匂いがする。なんかおせんべいとかの方が食べたいんだけどな。一口あげません。嫌です、私のものです。これいただきマンボウ。確かに。そのお菓子がさらなるハングリー感を誘発するかもです。そうかも。でもいい、もう寝る。うまっ。欲目って書いてる。多分どっかのお菓子だと思います。あれではない、アルフォートではない。
シガーロールのあのお店か。ヨクモクじゃなくてヨクモックだって。あー美味しかった。わー家にお菓子全部置いてきちゃった、残念。でもさ、あると全部食べちゃうから。諦めるわ。ちょっとコンタクト疲れたからコンタクト外したいねんけどさ、コンタクト外すとさ、せっかく漏れた顔が台無しになる気がするんだよね。サラちゃんのやつって何やるの？言える範囲で。え、言える範囲でイベント？むず。あ、逆に何してほしい？参考に今ならできる。何 してくれたら楽しい？それは結構みんなの声を聞かせてくれせいって感じ。メガネかけると漏れないの？だからほら瞳の大きさの問題。今だからすごい顔が濃いの。フェイスで濃いってなんて言うんだろう。配信イベント、いや違いますよ。今会場決めてるとこ大阪で。いや、ちなみに、まあ、平日ということを考えて夜を予定しております。で、公演の次の日っていう恐ろしさ。こんばんは、はじめまして。よかったらフォローしてください。あの乃木坂のファンの方かいらっしゃい。バー貸し切りやば。いや、シャンパンの、いやシャンパンは飲めるけど飲めるけどワインも飲めるけど、やめよう、それはダメ。酒で酔ってるのは配信越しだけにします。はい、ダメです。眩しいなこれ。いやでも近々そろそろジンソーダは飲みたいし、飲みたいしワインは買いに行くし、何がいいかな。いや、やっぱワインやな。なんかね、炭酸のあれチューハイ系よりやっぱ夏だしじゃない、夏終わったし、夏はさ、そのチューハイとか、あの熱炭酸ウェーってできるけどさ、ちょっともう寒いやんか。飲むと暴れ出すタイプ。いや暴れないっす、眠いんですよ飲むと。口数減るし元から少ないのに。でも配信ではそんなことないか。ジンソーダちょっと苦いやつ。そうですそうです。直接皆さんと会う場所で飲酒することは現在考えておりません。何時や、時計を見ましょう。チクタクチクタクてて26分。
ですって。どの角度が漏れる？おでこ、ここやな。めっちゃ肌が陶器に見える。甘めの赤ワインをホットで、そうホットで飲んでみたいんだよね。ホットワイン飲んでみたい。何してほしいか、何したらみんなが楽しいか、なんかあればいつでも言ってくれない？いいね、山ちゃんありがとう。目尻のシワ。 NMB のお衣装を着て歌う、めっちゃ着たいけどごめんなさい、それは多分許可が下りない。もう卒業してるんで。ごめんちゃい、作ればいいんか。でも作ったらこいつなんやねんってなるやん。みんなで飲んだらテンション上がって悪酔いしな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 いように飲むから、いつも気をつけてるから。めっちゃいらっしゃいませ。うん、握手会、え、まだまだ早いよ。え、握手会してる会話ある？いや、握手会はしないですね、まだね。まだっていずれすんのかいみたいな。へへへ、ほらまたへへへって言った。酒飲もう。酒は、ワインは飲もう。飲みます。みんなでボジョレ・ヌーボーを買って乾杯しようぜ。イエー。クリーン用意して、サラちゃんとスプラトゥーンを公開プレイ。ああ、で、あれどうやってつなぐんだろう。あとサラちゃんがゲームしてるイメージが全然ない。前さ、友達にそのスプラトゥーンやってみたいってことでさ、貸したのけど、ほんとまず視点合わせるのが大変。うん、すっごい難しそうだった。みんなで飲酒配信またやろうぜ、いつかやろう。ちょっと今これから始まる稽古でちょっと必死だから、余裕がある時にやりましょう。余裕がある時に。髪短い人みたい。台本さ、読んだの。台本読んだらさ、去年言ってたセリフとかすごい、あ、こんなん言ってたなみたいな。あの、いうのを思い出して、例えばあの、来てくれた人覚えてるかな、余裕を持って優雅垂れとか、あと何言ってたかな、ちょっとまた台本紙でもらったらこんなん言ってたよねって言うわ。そうそうそう、私さやかだったじゃん、去年月城さやかが演じる
私がテルにね、ブワーって結構強めの言葉言ってたじゃないですか。うん、懐かしいね。ショートカットしないしない、煽られてもしない。だって私今めっちゃ髪伸ばしてんだもん、頑張って。理由はないけど伸ばしたいねん。冬色のセリフ量はちょっとまだ不明ですね。あの原案と台本があって、原案は全部バーって読んで、今台本途中です。どこまで伸ばすの？今よりも10センチぐらい上、上じゃない10センチぐらい、10センチは言い過ぎかな、5センチぐらい、初期のリナッチぐらい。ショートカットにするイベ、嫌です、嫌です。 SM オペラを超える R20 飲酒配信、確かにみんな大体20オーバーやもんな。余裕を持って優雅だれ。いやだからすごい台本を読んでると去年のメンバーの声で脳内再生されるねん。ねねちゃんとかテルのすごい言い方とか、はーって感じ。でだから改めて台本読んで、うわさやかってめっちゃ疲れるなって思った。ブワーっていうかテルめっちゃ声張ったからさ、去年あの稽古ではそんな思ってなかったけど、本番を迎えて、あ、さやかってめっちゃ喋るしめっちゃしんどいなって、あの体力的にね、すっげえ叫ぶじゃんって、めっちゃ言うじゃんテルニーみたいな思ったわけ。あとはだからなんだ、今回さやかかさやかじゃないか知りたい。まあ、でもそれもちょっとためようか。あ、でもどうしようかな。まあもう時期稽古始まるから、まあ、そっからですね。はい。輪廻転生とは。もうそっからのさセリフ全然覚えてないねんな。改札を抜けて懐かしいな。大丈夫、きっと食べられるよ。私たちが、私たちが愛情込めて育てたトマトだもん。小林さん大丈夫ですか？あー、いやちょっとこの辺今鍵探してるだけだから、私も探します。え家はこの辺なんですか？え、うるさ、え、うるさ。もうせっかくユリやってたのに。家はこの辺なんですか？送っていきます。え、いやいや、この辺だからダメです。ポケットの中とかカバンの中にはないんですか？あー、あった。もうこんなに濡れちゃって送っていきます。ダメです。いい大人がこんなずぶ濡れ、私ずぶ濡れが緩かったよな。ちゃんと言ったけど、噛まずに言ったけど、ずぶ濡れの、ずぶ濡れってめっちゃ言いにくい。こんなずぶ濡れで夜道歩いてたら通報されますよ。シュン起きてる？シュン、どういうこと？起きて、起きてってば。すいません、つい一人劇場をやってしまう。レース始まってないっす。校舎屋上からダイブはないです。
多分いや演出によっては分からんで、ダイブするかもしれん。えでもこのシーンどうやってやるんやろうみたいなのはある、めっちゃある。どうやって演出つけるのかなっていう、あと去年みたいに2面舞台なのかどうかもまだ分からないので、明日言います。SM オペラは未だに聞いてますね私。あすごい美肌みたい、人間 CG みたいな、いやそういうわけじゃなくて水使うかな。でも冬色の銀館やっぱ雪ですよ。マイムでいかに、雪って意外と濡れちゃうでしょって、傘を差し出してさあどうかな。あすいませんセリフ言っちゃった。どんな風に言うかな、どんなニュアンスで言おう、めっちゃ楽しみにしてる。山ちゃんのファンレベルが上がりました、いつもありがとうございます。サーキットに住んでる、やめなさい、住んでませんから。ダイブしてくれたら受け止めるよ、絶対無理無理、重いもん。ありがとう、いやこちらこそいつもありがとう。何の話してたっけ、うーん重そう、おいやめろ、おいブロックすんぞ。何の話してた私。あそう、SM オペラを未だに聞いてる話。あとは何、あと何やったことし、雨降る正午、あとは何、つい最近まで、なんなら一昨日ぐらいまで会議が踊ってたよな。うわ下半期にたくさん出れて嬉しい、来年はどうなるんだろう、いっぱい出れるかな、いっぱい出たいな、各関係者オファーください。今日のメイクめっちゃいい感じじゃない、アイラインが下手だけど、ちょっとアイライン下手だ、ちょっとなんかこの下の影のこの黒い感じ、それこそアクション中心の舞台とか、あ極めるか、あファンベールは極めたいで、あ、そう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 。今ここないけどさ、もう一本届いたんです、もう一本届きました、なので2本で練習できます、練習します、はい。まあ時間も時間なんでそろそろ終わろうかなと思ってる所存。1本持ちできる、1本持ちやったんだけどやっぱねちょっと違和感があったね、1本持ちで左手を右手でやっぱ動かすのが得意な気がするので、左手でいい感じに腕なんか振り付けたらそれっぽくなりそう。うん、やっと上海から届いたのね、あね本当に上海から来たんだよ、ね、調べたのあの後どっから来てんのか、そしたら
配達履歴見たら上海から来てたの。上海から本当にファンメールが届いたんです。面白くない？もうオペラってるやんと思って、 SM オペラってると思ってびっくりした。さすがにマジですか姫、マジだったの。上海からようこそって感じ。そう、上海のファンベールをこれから動画載せていこうと思うんで、各ファンベール界隈に見つかってほしいなっていうのと、うん、なんか使えたらいいなって感じ今後に。私の名前はケーランよ。私は赤春、春を惜しむと書いて赤春と読みます。ここに売られてきたのね。いいえ、あなたも、あ、違う、いいえじゃないわ、はい、あなたも、いいえ、私は、なんだっけ、やばい、セリフがどんどん、わ、抜けていく、わ、やだやだ、やだ、SM オペラのセリフどっか行かないで、やだやだ、ちょっと待って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 、いいえ、いいえ、私の恋人が私に映画への愛を確かめるため、より深く愛し合うために、ん？お前は娼婦になれるかと言ったの。だ。よし、ランキングを読むぞ。いきます。13位からショーパン、ビビビビビヨロゲンさん、ワッキーさん、コーナーさん、博多の山さん、タナさん、コラコラさん、カネシャン、ショウくん、ホリッチさん、ヨシアキくん、ヒトヨさん、ヤマちゃん、ヤマちゃんありがとうございました。今ランキング言ってる間、まばたきせんかってんでみんな気づいた？気づいてないな。忘れないと新たに覚えられないで、いや、そんなことはない、いや、すごいと思うんだ本当に。なんかね、頭の中どうなってんだろう役者してる人って。なんか引き出しが、なんかもしこのシーンやってくださいって言われたら多分出てくると思うね。どういう覚え方してんのやろな、すごくない？本当に思う。日本は苦しいです、生きることは大変です、こんなものが何になるのかどこに届くのかも分かりません。それでもいい、それでもいいの、どうか向こう側にいるあなたへ、物語の先にこの言葉を乗せて、ひと吹きの風となって届きません。ここでマイ感が欲しいな。私ファンベルできますよ、強い。確かにそういう時が来ることを願おう。あとダンスシーン、ソロでなんかできる技ある人いる？あ、ファンベルできます、はい、できます。僕のことは忘れないでね。はい、忘れません。はい、おやすみなさい。そのセリフ言ってる時の目が好きだった、ありがとう。うるうる、キラキラ、はかなさ、うん、切なさ、か弱さを頑張って出したいなけど、私のなんかさ、目力がさ、買ってしまってさ、大変なんよ、はかなさを出すのが。はい、ではいい夢見ましょう。はい、おやすみなさい、素敵な夜を。Goodbye.